ハインリヒシコは中世ドイツの両方君主の一人でザクセン公、バイエルン公、1180年にいとこのローマ皇帝フリードリヒ一世に二つの皇僚を奪われるまでは当時最も権力を持ったドイツの君主の一人だった。最盛期には北海及びバルト海沿岸からアルプス山脈までベストファーレンからポンメルンまでの広大な領土を統治した。ハインリヒは 自身の政治的、軍事的な洞察力と四人の祖父母の遺産によって、強大な権力と領地を獲得した。バイエルン公とザクセン公を兼ねた、ハインリヒ10世とヒゲルトルートの子として、ラーフェンスブルクに生まれた。父は、バイエルン公ハインリヒ9世とザクセンクゲのビルンク家の女性創造人ブルフヒルトの息子だった。また、母方の祖父は、ローマ皇帝ロタール3世であり、祖母で、 ロタール3世のつまりヒエン・ツァフォン、ノルトハイムは、ノルトハイム家のザクセ戦領地とブルノン家の所有する、ブラウン・シュバイクの女性相続人だった。1138年、父ハイン・リヒ10世は、定位の競争相手コンラート3世に敗れて、追放。1138年と1139年に、ザクセン行為は、アルブレヒト1世に、バイエルン行為は、 オーストリア編教博レオポルト四世に与えられた。父は1139年にそのまま母子したが、ハインリヒは遺産相続の要求を取り下げず、1142年にコンラート三世にザクセンの所領を返還された。1147年のベンド十字軍に参加し、1156年にはコンラート三世の後を継いだおいで、ハインリヒのいとこにあたるフリードリヒ一世に対してバイエルンも、 ハインリヒ2世から変換する、要要求、バイエルン公も兼ねた。ハインリヒは、都市開発も進め、1157年に、ミュンヘンを、1159年に、リューベックを起こした。また下で、リューネブルク、ブラウンシュバイクの街も起こし、これを都市に発展させた。ブラウンシュバイクは、彼の拠点であり、1166年、ここに、自身の紋章に描かれた動物のライオンの像を、作成。 その像は、ダンクバルデローデ城の庭に混流された。これは、アルプス山脈の北において最初に混流された聖堂像だった。後にこの像の側に、ブラウン・シュバイク大聖堂が建築された。ハインリヒ志向とマティルダの大冠式1147年、ハインリヒは、クレメンティア・フォン・セイリンゲンと結婚し、それによって彼女が相続したシュバーベンの領地を手に入れた。 1162年にフリードリヒ一世からの圧力で妻と離婚するが、それと引き換えに、皇帝はザクセンの皇帝領内にある強硬派の要塞を重要視せずにハインリヒに与えた。1168年にハインリヒは、イングランド王ヘンリー二世とアリエノールダキテーヌの娘マティルダと再婚した。ハインリヒは長い間、フリードリヒ一世に忠誠を誓い、支え続けていた。 定位の確立をかけたロンバルディア同盟の都市と教皇との旅重なる戦いの中で何度か戦いの流れを変えたためフリードリヒ一世はハインリヒの要する気象の荒いザクセンの騎士が気に行っていたしかし1174年ハインリヒは治療の東の境界線を守るのに手一杯だったためフリードリヒ一世が再開したロンバルディア信仰の援助要請を拒否したハインリヒには イタリア遠征に労力を割く価値があるとは思えず、長年与えられるのを望んでいた皇帝の都市ゴスラーを報酬にするとフリードリヒ一世が持ちかけても考えは変わらなかった。ハインリヒのザクセン及びバイエルン公領フリードリヒ一世のロンバルディア遠征は大失敗に終わり、自分を支援できなかったハインリヒに対してひどく憤慨した。フリードリヒ一世はザクセンとバイエルンのほか。 ドイツ北部と東部にも広大な領地を確保し、強大な権力を持つハインリヒに対する他のドイツ君主の敵意を利用した。フリードリヒ一世は、聖職と世俗の選定校たちが開いた法廷の決議により、不服従の罪で1180年、ハインリヒを追放刑に処した。また、帝国法はドイツの監修法を覆しうると断言し、ハインリヒの持つ所要を没収して、 帝国はハト系に所した。フリードリヒ一世はハインリヒを屈服させるため、皇帝軍を率いて、ザクセンを侵攻した。ハインリヒは1181年11月に降伏、エアフルトで開かれた帝国議会で1182年から3年間、ドイツから追放され、ノルマンディにいるギフのヘンリー二世のもとに滞在した。1185年に許可が下りる前に帰国したため、1188年に、 再び追放された。妻マティルダは1189年に没した。1189年、フリードリヒ一世が第3回十字軍に出征した時、ハインリヒはザクセンに戻って忠実な次軍を動員し、裏切りに対する報復として富裕な都市バルドビックを、征服し教会を除くすべてを破壊した。フリードリヒ一世の息子のハインリヒ六世は、ハインリヒ志向に敗れた。 1194年、四季が近づいたためハインリヒは、皇帝と和解し、周囲の領地をかなり減らされたブラウンシュバイクへ戻り、芸術と建築を振興しブラウンシュバイク校として1195年8月6日に、没した。意外は、ブラウンシュバイク大聖堂の妻、マティルダの隣に葬られた。バイエルンは、ビッテルスバフ派系、ザクセンは、アスカーニエン家に受け継がれ、 帝国内の有力療法に成長していった。ハインリヒの長男ハインリヒ5世は、ライン宮中博、次男の夫4世は、ローマ皇帝に即位したが、いずれも短期間で終わった。ブラウンシュバイクとリューネブルクは、孫で、伐シ、ビルヘルムの息子夫一世が相続、ブラウンシュバイクリューネブルク公として復帰した。ハインリヒのこのうち主な人物を挙げる、シー・ヨルダン、P253、 ありがとうございます。